はい、どうも、リントでーす。はーい。先日、北海道の方では地震が起きまして、生放送ですね。とりあえず安否の確認ができているよという形で、生きてますよという形で実写動画、生放送をさせていただきました。その際いろいろとコメントをくださった皆様で、その際に一緒にチャンネル登録してくださった方だったり、ご心配してくださった方々、ありがとうございます。基本的に今は無事に生活ができています。ちょっと親戚の方とかがよく言われている、札幌市清田区の方に住んでまして、ちょっと液状化現象ですねにちょっと巻き込まれているという状況もあり、とりあえず今動画は撮れてはいるんですけれども、そちらの方のお手伝いをしに行ったりだとか、まだ避難所生活をしなければならないようなので、ちょっと支援できるところを支援させていただいているというところになります。で、自宅自体は、Twitter だったり、簡単な動画撮らせていただきましたが、無事です。そして、壊れてるもの、コレクション関係ですけれども、壊れていたりっていうのはありますが、基本的には復旧しております。そうですね、普通の生活にはひとまず戻れたかなと思います。ちょっと今週のおっと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 なんかおかしくなっちゃいましたね。よし、大丈夫だね。よし、はい、すみません、お手数おかけしました。はい、で今週ちょっと土日に関してはちょっと有給休暇を急遽いただきまして、お仕事はお休みさせていただきました。で、その間に家の復旧、あとは親戚のお家の復旧、あとは友人だったりの安否確認っていうのをさせていただきました。で、今回のジンクシーンを通してツイッターでもいろいろお話しさせていただいたんですけれども、ちょっと口は悪いですけれども、日本人は社畜だなということがすごく、思いました。震災になった状態で、通常営業を行っているお店もちらほらございますが、今やる必要ないでしょっていうお店が結構多いように私は感じています。正直私が働いているところも、復旧できたら復旧できた方がいいとは思うんですが、そんな早急に仕事しなきゃダメかって言われたら、全然そんなことないと思うんですよね、私は。ましてや、パチンコ屋だったりとか娯楽施設っていうのは、空いていれば利用させていただきますが、何よりも、ご飯、そうですね、食事、食材っていうところ、あとは、医療品ですね。ドラッグストアだったりっていうところは、やはり皆様が求めているので、開いている方がいいかなとは思うんですけれども、それ以外のところっていうのはもう少し様子を見て営業再開をしてもいいんじゃないかなって思います。空いていれば助かるのは当たり前なんですけれども、やっぱり大事なのって命なんですよね。自分自身の命だと思うんですよ。なので、なんて言うんですかね、様子を見て復旧していくでもいいと思うんですよね。ちょっとすっごい言い方悪すぎますけど、日本人社畜すぎるだろう、ちょっと気抜こうっていうのもありますし、そうやって仕事して安心しきっている時に地震来たらどうするのって思うんですよ。で、地震来た時に、今回私はこんな大きい地震を体験したのって初めてなんですね。で、その状況でかなりいろいろ不安に思ってる方もいましたし、私の生放送を見てくださった方々の中でも、明日テストだったのにどうしよう、今テストじゃないよねって思ったんですよね。なので、そういうところもすごいこう感じる部分がありました。で、
近くではあまり娯楽施設はやってないんですけど、まあ、娯楽施設やってて、いや今やらなくていいだろうと思ったのが雀荘。雀荘ね、普通にやってたし、で雀荘に行ってるお客さんも普通にいた。まあ需要があるならいいのかもしれないけど、今麻雀してる場合死んだらどうするっていうところです。命を粗末にするな、本当にそれだけ思う。で命には変わりはないし、それにそれをどうにか復帰、まあ、命を復帰させるっていうのはおかしいけど、命を取り留めるために頑張るのってそれも人間なのね。でその中でも頑張ってくれている人間がいる人たち、まずは感謝をして、でその感謝をしている方々に対してできることを私たちでやっていくのがいいんじゃないかなって、まあ、正直私は思いました。あの変にだって私ね、パソコン教室の先生というかインストラクターをやらせていただいてるんですけど、今この事態にパソコン習ってる場合違うじゃん。今この事態にパチンコやってる場合違うじゃん。やっぱりそういうところがちょっと日本人社畜なんじゃないかなってすっごい思う。あとゲームセンターやってる場合今やらなくたっていいじゃん。ただでさえ電気使うんだよ。今停電してて計画停電がどうのっていう話も出てるのに、電気使うようなことをわざわざしなくてもいいんじゃないって私は思いました。まあそれでもまあ復旧して仕事をしていくっていうのは重要なんだとは思うんですけれども、私が今回の震災で思ったのは、なんかね、仕事今しなくたっていいし、無責任な言い方かもしれないけど、命に変えられるものはないんだから、命を大事に、それこそドラクエの作戦じゃないけど命大事にが一番だと思うの。だから自宅待機をしたり、あとはそのね、例えば何かで開くんだとしたら、結構そういうパチンコ屋とかってね、私が働いているところとかっていうのは耐震強度が強いから、避難所として、そう避難所として使いますよとか、今電気来てないから充電するのに使っていいですよっていう開け方だったら全然納得するの私は。でもそうじゃなくて通常営業なのね。パチンコ今してる場合じゃないし、今パソコンねこうやって学んでる場合でもないと思うんだよね。っていうところが、なんか日本という全体を見てですけども、世の中としてちょっとおかしいんじゃないかなって今回は思いました。まあ、やってくれている、頑張ってくれていたコンビニの店員さん、停電の中急遽臨時で開けてくれたスーパーの、ね、店員さん、あとは無料で炊き出しを提供してくださった居酒屋の方々、あとは無料でねコンセント使っていいですよっていう風に提供してくれていたパソコン修理屋さん、あとはそうですね、今回避難所として使用させていただいていた、体育館、あとはそうですね、近所の方々、火がなく、明かりが私家になくてろうそくを使わせていただいていたんですけれども、そのろうそくをくださったお隣の方、あとは何かがあった時にすぐに連絡が取れるようにしてくれた、近所の方、大家さん、皆さんに感謝を込めてこの場で、お礼だけ申し上げます。本当にありがとうございました。ただその中、命をも粗末にするような行為をするのはちょっとどうかなと思った次第でございます。賛否両論あるとは思います。これは、私凛と個人としての意見でございます。なので、どのような意見持たれるかは分かりませんが、私の今回地震を体験した上での、感じることは、そちらになります。今後また余震もまた少し続いておりますので、安心しきれる状況ではないですが、仕事もそうですし動画もこのように少しずつ復旧というか
復活していきますので、今現状この VTuber リントという存在がこの場で動画を上げれているということは、私が無事ということです。なので安心してくださればと思います。被災している方々、皆様何か不安なこともあるとは思いますが、そんな中少しでも私の動画を見て少し安心していただいたりだとか、少し笑顔になっていただければなと思います。先日挙げさせていただいた、自己紹介動画ですね、続き、現状を撮っております。そちらの方も編集して、自己紹介動画上げさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。皆さんが少しでも楽しんでいただけるような動画を全力で作っていこうと思いますので、今後とも、私のリンと、リンリンパラレルというこちらのチャンネル、よろしくお願いいたします。本日はこのような形で簡単な、地震を受けて私が感じたこととこれからのこと少しお話しさせていただきました。では本日は以上となります。以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので概要欄よりフォローお願いいたします。